はい、というわけで、今回はステージ3となっておりますが、第4回目です。第7号車、ではやっていきましょうか。前回までのあらすじ、前回ね、もしかしたらその彼とね、主人公が同じなのではないかっていうところでね、僕が勝手に推測して終わりましたね。違いますか？はい、行きましょう。あの言葉を聞いたとき、私の気持ちはガラリと変わりました。ガラッと変わりました。それはどんな言葉？というところで言葉。はい。一つしかない。で、こことここは見えないということは、増えてくんだろうね。おそらくここの選択肢が2つ。じゃあまず聞いてみよう。告白？違います。迷った。少女は、赤くなった。なるほど。想像しちゃった。やっぱその少女は、ね、彼のことが好きだったんだろうね。で、ほほえましいですわ。うん。告白じゃなかったのか？それしか思いつかないんだ。なんだろう。また会おうみたいな。そんなことかな。私の気持ちはガラリと変わりました。どんな気持ちだったか。まあおそらく、嬉しいとかそんな感じ。驚くか、嬉しいか。あ、でも、悲しみはないとして、怒りもありそうだよね。最初に怒り聞いてみちゃう。当たっちゃったら嫌だな。いや、別にいいか。よいしょ。君は怒ったのか？あ、違った。そんなことありませんよ。あ、じゃあ喜んだのか。普通に。その反応からして。よいしょ。それを聞いたとき、嬉しかった。あ、びっくりしてた。嬉しいというより別の気持ちも多かった。じゃあ驚いたんだ。これで、あれだよね。悲しみだったら、どんだけ外してるんだよって話で。驚き。その言葉を聞いたとき、驚いた。はい。とても驚きました。だって、あのことをもう完全に忘れてましたから。あのこと、はい、これで増えるわけだ。増えた。じゃあ、あの言葉も増える。時折、キーワードに対して質問がまだ空となっていて、質問できない場合があります。その時は他の質問をし、情報を手に入れた後に質問が追加されます。どんどん質問していきましょう。さあ行きましょう。何が追加されたかな？お、じゃあ別れを聞いてみよう。驚く？なら別れで悲しむはずだ。じゃあ、違うんだろうけど、でも聞くと思うね。驚く言葉。まさか引っ越すから別れの挨拶とか？あ、違います。おー、別れでもない。きちんと考える必要がありそうだ。こいつ考えてなかったのか、きちんと。主人公もっと真面目に考えてあげようぜ。じゃあまあ、追加された文章からされていきましょうか。驚きました。選べない。あのことを完全に忘れようとしました。忘れようとした？忘れてたんじゃない目が見えない。引っ越しじゃないって言ってたしな。じゃあ目が見えないでしょうね。そのことって、前に目が見えなかったこと？お、違う。違います。でも近いです。ちょっと待ってね。完全に。あのこと忘れる。あ、これも聞ける。それはいいことか悪い。驚いただったら、まあ、いいことの方が多分強い。悪いことだったら悲しみとか怒りがあると思うから、じゃあいいことかな。忘れたあのことはいい出来事だった。違うと思います。あまり考えたくなかったので。悪いことでした。ことごとく僕の推測が外れる。忘れたあの時は、あのことは、悪い出来事だった。え？違うと思います。私のためにしたことですから。
お、増えた増えた増えた。だんだん複雑になってきた。じゃあ、手術。いいことでもなく、悪いことでもない。もしかして前に失敗した手術の、手術のこと？はい。毎回成功するように祈り、毎回失敗するあの手術。よし、追加された。これでクリアだ。聞くぞ。今までの情報を見る限り、答えはこれしかなさそうだ。真実はいつも一つ。もしかして、もう一回手術を受けろとか。そうです。当たったようだ。これで僕は、もう50ポイント獲得して、合計100ポイントとなった。そういうゲームじゃねえから。よっしゃ。はい、パチ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 。ステージクリアです。じゃあまあセーブしてと、こっち。そんなところです。彼が言ったのは、君にもう一度世界を見せてやりたい。おー、BGM がいい。すごくいい。うわ、それはまた感動的なセリフだね。ですよね。そして彼は私に、角膜移植の手術を受けてほしいと言いました。あの時は、本当にびっくりしました。前の手術の後、私は考えないようにしてましたから。拒絶反応のことは教えた？はい、すぐに教えました。彼は少し考えましたが、それでも私の手を取って、大丈夫、もう一回やってみよう、と言ってくれました。で、受けた？いいえ。ではとても当たったんですか？はい。私はもう、失望したくありませんでした。前で、真っ暗で、チクチクと、痛みました。そんな声じゃないっすね。はい、何回か試した後、私は怖くなりました。だから、じゃあ真面目に言っとこうかな。希望を抱いて、その後にしていくのが、怖かったです。初めて、私から、手を離しました。もう、もう、距離を置いた。もう思い出したくないの。私はそっぽを向いて、そう言いました。正直言うと、すごく不安を感じました。そうだね。彼は、私のためを思って、そう言ったのだ。なのに私は、彼の性格からして、先に謝るのは彼だと。性格を知っている？はい。彼はすぐ謝ってくれました。自分は考慮が足りなかった。もう二度と目のことは言わないって。きっとあの時の私は気にしすぎたんです。君のせいじゃない。あんなことを経験したんだ。トラウマになるのも仕方がない。そうですね。そうですかね。ありがとうございます。それからの数日間は、もちろん、彼もそのことは言いませんでした。ただ、私のせいかな。彼の声に少しだけの落胆が込められている気がして。君は、声に敏感だね。はい。顔が見えなかったせいで、私は、声の中で感情を探すことに集中しましたから。あの時、あの日、私たちは別の街へ行く列車に乗りました。今回は長い散歩になりそうだね。彼はそう笑って言いました。ずっとあのことが引きずっていて、あの時の私は多分すごく暗かったと思います。
さかずっとってわけじゃないだろうね。さすがにこれはちょっと、ちょっとね、うだうだしてるよ。そうですよね。しかも私のせいで。私のせいで。何か言おうとしたときに、ああ、何か言おうとしたときに、彼の方が先でした。まあ、いつも何か言うときは彼の方が先でしたと。彼は私に、遠いところへ行きたい？なんでそんなことを聞くのかわかんない、よくわからないけど、とりあえずうなずきました。おー、駆け落ちかな？そしたら彼で、僕もだ。つまりだ、僕は君を遠いところへ連れてきたい。あ、やっぱそうだ。と言いました。もともと、君が一人で行けるようなところへ。それはどんな世界か。でも、もしもの話だけど、もし君一人だったら。お？遠くへ行く勇気がある。それでこの話に繋がるってことかな？彼は、愛を受け取りました。とても、不安そうな声でした。全然、考えたことがありませんでした。今まで、見知らぬところへ行けたのは、彼がそばにいるから、私の世界はずっと暗黒に包まれていました。家以外のところは全部知らない場所でした。とても暗くて恐ろしい場所でした。友達だけじゃない。彼は私の目になっていたんです。いいこと言うね。あの時、階段から落ちなかったら、彼と友達にならなかったら、私は今でも一人だったでしょうね。だから、彼がそんなことを聞くなんて、私は答えられませんでした。彼は私の戸惑いに気づき、謝ってくれました。変なこと言って、ごめんね。僕はただ、そうでありか、肝心なところでか、それが変わってんです。僕はただ、そうでありたかっただけなんだ。君一人でも、あの暗黒を抜け出してほしい。暗黒以外の景色を見てほしい、見えてほしいんだ。彼の声が震えていました。多分、私を傷つけたくないからでしょうね。暗黒以外の景色だろう。それはとても昔のことです。覚えているのは、ただ青い空と、木々の緑だけです。失望するのは怖いけど、私は本当に、もう一度世界を見たかったんです。魔法少女になって、なんでもないでーす。少女の目は輝き出した。それに私は手を彼の方に当てました。ゆっくりと、彼の輪郭に沿って触れました。触れただけ、私は、あなたが見えるようになるのかな？自分の願いを彼にぶつけ、彼は唖然としました。完全に恋に落ちてますね。もう一回手術を受けても、自分の目であなたを見たい。自分の目であなたを見たい。手術は成功すると思う。私は手を下ろし、小さい声でそう言いました。彼は私の手を握り、絶対成功するよ。そう言いました。彼の声はまだ震えてるけど、今度は興奮からの震えでした。まあね、感極まってるんだろうね。自分のことを心配してくれる友達っていいね。そうですね、行こう。少女は私を懐かしんでいた。目が見えるようになったら、いろんなところを回ろう。好きな本いっぱい買ってあげるから。それから、私が今回通報を恐れているのか、彼は興奮気味に本物のことを話しました。彼のことはまるで光のようでした。とても小さな光だけど、私の
十分な明るさでした。あの時は本当に、すごく、暖かかったです。それこそ、時が止まればいいほどの、ザ・ワールド!目には見えないけど、今でも容易に、あの時の風景が、思い描けます。それはきっと、私の人生の中で、一番美しい場面です。後で両親に話したら、すでにこのことを知っていたそうです。それに、私は決めていいって言ってくれました。どうやら彼は、事前に私の両親と話したらしい。です。彼は、手術費を出すと言いました。うちの両親に断られたけど、いい人だ。私だったら絶対に断らないな。でも、自分にできることは人に頼らない方がいいと思いますよ。ちら。まさか説教されるかな。その後、病院でいろいろな手続きをしました。そしたら、家で待ってればいいと言われました。君に会う角膜は見つかった？それについては私もよくわかりません。でも先生は家で待っていればいいと。彼はこの手術をすごく気にしているらしく、何度も家にいるように念押しとされました。しかもその間は私と会わないって。邪魔したくないって。少し寂しかったけど、彼は約束してくれました。手術が終わったら、目を開けた瞬間に、必ず目の前にいるって。ただ待っているのは辛かったけど、彼の約束を思い出しながら、時間はすぐ過ぎました。手術の日が来たんだね。お、気づいたことあった？はい、先生から連絡が来たので、両親は私を病院まで連れて行ってくれました。最初はまだ不安だったけど、彼との約束のおかげで緊張もなくなりました。でもなんか、どこか悲しげな表情をしているよ。そして、手術はすぐに終わりました。起きたら、目に包帯が巻かれていたけど、前の手術のような苦しい感じはなくなりました。病院で数日間安静にしていたら、包帯を取る日がやってきました。見えるもの、見えないもの、見えないもの、チャプター4。あの日は、手術が終わった後、初めて目を開ける日でした。あー、聞いちゃった。少年の顔が見えたんだね。でしょうね。うん？目を開けて私は、少女は一気に沈んでいた。声も低くなっていた。多分、自分の言いたいことが言えなかったんだ。そこまで低くなってないと。大丈夫だ。いつまでもここに待ってるよ。あ、ありがとうございます。沈黙がまた訪れた。しばらくしたら気を取り直して話し始めた。よし。セーブするぜ。というわけで、今回は、ここで一旦切りたいと思います。ありがとうございました。今、結構いいところだったね。Thank you.